日本の海上自衛隊最新鋭タイゲイ潜水艦3000トン級が浸水したことにより、双流型潜水艦と比べても静粛性、ステルス性、機動性、運動性も劣ることなく任務を遂行することができる世界でもトップクラスの潜水艦となった。そう、流型潜水艦以降 X 火事が採用されている、今回高い運動性の裏に、この X 火事がどんな役割を果たしているのか、詳しく見ていきますね。アメリカも気になるわけですね。双流型潜水艦についてもリチウムイオン電池を搭載したことにより、X 火事の運動性能を引き出すことが可能となり、日本の海底を守ってくれている。もちろん優秀な海事情艦員たちがいるからこそ、世界に誇るトップの潜水艦という称号を得たのだ。ここで出てくる X 火事とは、中国や韓国、北朝鮮は十字火事とは違うものということを言いたい。日本の親潮型潜水艦も十字火事だけど、南シナ海では中国には見つからずに任務を全うしている。結局のところクルーのレベルが違うということだろうか。日本国産の優秀な潜水艦としても名高い、そう、流型潜水艦の特徴の一つが X 火事であるが、その他にもステルス性なども高い評価を受けている。この、双流型で採用されている AIP システム。非対機依存推進システムだが、11番艦以降に作られる艦は、リチウム電池とディーゼルエンジンのハイブリッド方式に変更される。日本には、双流型と並ぶもう一つの、双流という、潜水艦があり、そのすべての艦が、ハイブリッド方式を採用する。本題に戻って、そう、流型潜水艦の、X 火事、について説明するとしよう。元来、船首の向きを変えるための垂直舵、銃だと船の姿勢をコントロールするための水平舵、オーダーを組み合わせた十字型舵を採用していた。X 舵では中央の舵を45度ずつ傾けて設計したことによって、4枚の舵全部が回答と姿勢コントロールの両方の役目を果たせるようになった。この手法によって、船自体の運動性能が著しく向上し、4つの舵が絶妙なバランスを取ることで、船の操作が容易になったのだ。以前の十字型舵では、急浮上や急潜航などの操作が困難だったが、技術的な部分がカバーされることにより、旋回能力もアップした。有能な潜水艦として、評判のある黒潮型潜水艦よりも 30% も向上している。当然、操作能力がアップしたということは、クルーにとってもストレスが軽減されたということになる。舵が4枚になったということは、もし、舵が一つ傷ついたり、落ち出したりしても残り、3枚で役目を分担できるから、即発事故に備える体制が確保されている。潜水艦は、海底に、着地時も舵が損傷しにくいという長所がある。日本の潜水艦で採用されている、リチウム電池のメリットは、高出力かつ、高速で潜航できるところである。
そこで気になるのが、X 火事に。変更したことによって、線の閃光がどれくらい深くなったかについては、全くわからないことだ。X 火事を採用したことによって、運動性に変化がなく、高出力操作が可能なのかどうか心配な部分であるが、従来のような低速での閃光については明らかにされている。黒潮潜水艦が行っていた南シナ海での任務が周辺国に全くバレなかったという事実がある。しかも15年も前から情報収集行動に当たっていたというから驚きだ。中国や韓国などの周辺国が本当に黒潮潜水艦の動きを気づかないふりをしていたのではないかとも言われているが、防衛省がこのことを公表した理由も気になるところである。周辺国の潜水艦探査能力不足を指摘したとすれば、何か裏の考えがあったのか元邪推してしまったくらいだ。むしろ、黒潮潜水艦よりも、双竜潜水艦の方が、潜航能力が高く、しかも静粛性が高いということから、深く潜れることも推測できる。どれくらいの深さまで潜れるのかは、極秘情報となっており、公開されることはない。黒潮潜水艦よりも、双竜型潜水艦の性能は高く、細部にまで手がかかっているということは、わかっている。その観点から、見ると、このような優秀潜水艦を作り出す技術力と操る、隊員たちの能力の、賜物だということになる。日本の技術は通常動力型潜水艦にかけては現在世界でトップである。以前までは技術大国ドイツの独壇場と言われ、独国製の通常動力型潜水艦が世界一と言われていたが、今では見る影もなくなった。もしかするとドイツの製造技術が途絶えてしまう可能性もあると噂されている。ドイツはアウトバーンや高級車の製造で技術大国と称賛されていた。メカニック技術分野で再起するかどうかは結局のところ独国次第としか言うことができない。今まではどんな分野でも、ドイツは世界のトップを走っていたのだが、それと同じように日本が凋落しないことを祈るだけだ。実は、オーストラリアでも一時、双竜型を購入するという打診があっていた。しかし、ゴークニ政権が変わってしまい、購入先を日本ではなく、フランスに変えられてしまった。ちなみに、この購入国変更の陰には、オーストラリアの最大貿易相手国である中国が糸を引いていたという噂もある。建造計画を進めていくうちに、フランス製より日本製の方が、有能だということに気づき、まだオーストラリアには日本から購入したい希望があると聞いている。だが、今更日本もいいと売ることはできないし、やっぱり日本から買うと言われたフランスがあっけなく、そうか、と引っ込むはずもないだろう。オーストラリアの動き出した計画には、すでに建造費も投入されているため、
作れないからという理由だけで、フランスと手を切って、再び日本と契約を結ぶというのは、ありえないことなのだ。中国、北朝鮮、韓国などが、日本の近海では、怪しい動きを見せているという。いつ一触即発するかわからないような状況だ。それに加えてロシアの原子力潜水艦も不穏な動きを見せているため油断ならない。他国の潜水艦が太平洋や日本海、どこにいてもおかしくはない状況となっている。海底では潜水艦にとって自分の音が最大の敵にもなり、敵に状況を知らせる危険な要素でもある。逆手を取ると敵の音が自分たちの味方と捉えることもできる。最低限の静粛音で行動できれば、その先行力は侮れないものになる。双竜型潜水艦はその特性を十分に兼ね備えている。この双竜型潜水艦を要している以上、日本が1対1の海中戦で負けることはない。